げちゃん。はい、ハゲちゃんの時間がやってまいりました。今日もやってまいりました。今日はなんとなんと沖縄に来ております。はい、いい沖縄。沖縄に来ております。なぜかというと、なぜかというと、なぜかというと、はい、なんでだと思いますか。なんでですか。なんでだと思いますか。ザンパを飲みに来たんですよ。え、ザンパ飲みに来たんですか。そうです。ありがとうございます。え、どなたですか。あのですね、あのどなたとかっていう前に、このザンパの比嘉酒造ザンパの専務でございます、比嘉さんでございます。よろしくお願いします。比嘉周平さんでございます。はい。で、僕の、中日のキャンプ、2軍のね、キャンプで、ずっとこう居酒屋、今ここに居酒屋の、鉄板焼き杉っていうところにいるんですけど、その時にご飯を食べに来た時にたまたまシューちゃんと会って、シューちゃんって言っても1個上なんですけど、会って、まあ、全然野球のことも知らず、僕も、残飯の専務と知らず意気投合しましてね、その時はね、まだ髪の毛ただの酔っ払いなんで、ね、酔っ払いだし髪の毛センター分けだったんですよね。どっちもね、どっちもどっちもセンター分けでいたんですけど、なんか奇遇ですね。なら今日 T シャツどうしたんですか。 T シャツ奇遇ですね、これ。ほらほら、ハゲてねえし。どうしたんですか、その T シャツは。どうもしないですよ、これたまたまでしょ。たまたま絶対そう、たまたま。なんかハゲてねえし。我々、ハゲてない。ハゲてるつもりはないですもんね、僕らね。ないわ、ないないです。ハゲてるつもりはないです。はい、どこ見てハゲてるんだっちゅう話になってくる、ね、どこ見たらハゲてます。失礼ですよ、ね、カツラなんで、うん、ちょっと撮りましょうか、撮りましょうか。後でちょっと撮ってプレゼントします。はい、本当に僕は本当に中日時代とかね、キャンプの時に沖縄来た時は絶対にここ訪れるっていう杉さんに来てる時に出会って、あれからもうずっと、付き合わさせていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、なのでこれね、ちょっと説明してもらえますか。いろいろとあるんですけど、どれどれっていうんじゃないですけど、例えば何年もな、な、何パーセントのお酒とか、まあ、はい、いろいろ産む人もあるじゃないですか、はい、いろいろと。青森っていうのは基本的には度数が高いイメージなんですけど、実際に地元の人で飲まれてるのは25度と30度のタイプがよく好まれてます。43度古酒とかはなかなか飲む機会はそこまでないので、はい、だいたいこの白いやつと黒いやつ、こちらがよく飲まれてるタイプです。あ、なるほど、はい。なんかザンパの白って言ったらこれは出てきますね。そうです、はい。ちょっと贅沢に行きたいなっていう時はこういったプレミアムっていう。ああ、プレミアムね。ちょっとコシュガをブレンドした味わい深いやつがあります。それのでっかい版がこれですね。そうです、プレミアムですね、はい。よくプレミアムでも沖縄で出てますよね。出てます、結構ね、はい、まあ、一押しでちょっとアピールさせてもらってますので、はい、空港でも広告をしたりとか結構プロモーションやったりしてますね、今。まあ、でこれなんか僕新しく見るんですけど、これとか新しく見るんですか。これ何ですか。そうですね、これ25度の、はい、3年越しなんですけども、はいはい、空港とかお土産品店さんの方には置かせさせていただいてます。居酒屋さんにはちょっとあまり出回ってないので、うん、ちょっと飲む機会は少ないんですけども、空港の方で、ぜひぜひ、はい、お試しできます。これはこれも一緒です。これも一緒ですね。こちら30度の、3年越しになってます。どちらも沖縄限定で、沖縄でしか購入することができません、うん、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。残飯残飯お願いします。東京とかね、さき、はい、ちゃん、はい、いろいろなところでね、そのなんか幕張とか、はい、例えば伊勢丹とかですよね、はいはい、沖縄のなんかこう物産展っていうんですかに結構参加されてるので、はい、その時はもうぜひ行ってもらって、はい、味見とかしてもらって買っていただきたいなと、はい、ちゃんと買ってくださいよ。買いますよ。残飯残飯してました。あ、してますよ。本当ですか。残飯岬に泊まったことあるんで。おっと、名前だけこちら。あら残飯岬に野営したんですか。野営野宿野宿はしてないです。残飯岬の近くのホテルに家族で泊まった。あ、家族で泊まったんですね。残飯でも本当にね、皆さん飲みやすいんでね。で、飲み方なんですけど、残飯の飲み方なんですけど、いろいろあります。こうやって飲んだり、こうやって飲んだり。和田さん、それ違う。あ、そう、違う。どういうこと。なんか割り方とか。あ、そう、割り方、そうそう。ね、僕が一番今気に入ってるのは炭酸割り、はい、これね、しゅうちゃんから教えてもらったんだけど、炭酸でちょっと飲んでみてって言われた時に、僕水割りでずっと飲んでたんですけど、炭酸割りこれめちゃくちゃ飲みやすいね、しゅうちゃん飲みやすいよね、あれ。炭酸割り、炭酸割りで飲んじゃうと二日酔いする可能性があるので。あ、本当ですか。ちょっと気をつけて。あ、本当ですか、はい、でもんで
女の子に一番人気なのが、まあ、あのこのね、あの梅酒とかもあのスパークリング柚子もありますけど、ここにないですけど、あるんですけど、それと別にこれを割るときにみんなコーヒーで割るんですよ。コーヒーとか、お茶とかで割ったりする。コーヒーお茶なんですね。これコーヒーで割るとか ね、不思議に思うでしょ。すごく美味しいですから、これちょっとやってもらいたいなと思います。はい、まあ、一つの飲み方として。そうですよね、はい、だからあの東、沖縄に来たら東酒道、残波をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、3、2、1、やりました。炊飯器、じゃあ